水没してる。ああ、だが他に道はない。分かった。Thank you.
アダム、正直初めてあなたを見たときは驚いた。なぜだ？コロニーではもう地球に誰も残ってないって聞いてたから。そう思われて当然だな。だがマザースフィアにだって知らないことはある。じゃああなたみたいな生き残りが他にも？ああ、いるにはいるが数は少ないな。地球で生き抜くのはそう簡単じゃないんだ。いいぞ、これで操作盤が使えるはずだ。何かがこっちに近づいてる。平気だ、モノレールだよ。こんな大昔の機械で本気で移動する気？さあ乗った乗った。イブ、大丈夫か？ちょっと昨日のことを思い出してしまって。街が静まり返ってる。すごく寂しい景色。ああ、人が消えればどんな街でも。アルファネイティブを倒した後はどうする気なんだ？私たち空挺部隊兵の存在理由はただ一つ、与えられた任務を遂行するだけ。確か全てのネイティブを駆逐することだったか。異なる種族を根絶やしにすることが存在理由とは、虚しいものだな。着いたな。降りるぞ。ここは町のプラザだったの？ああ、今は水の下だがな。だが水に入る必要はない。記録保管庫はあっちだ。
やっぱりな。ロックされてる。レギオン兵がコードを持ってるはずだ。プラザを調べるしかないな。レギオン兵を探してみよう。水の中には入らない方がいい。電気が流れてて感電するぞ。メモを隠し持ってた。よし、戻るか。ショッピングは終わりだ。アダム、これまでにも空挺部隊とはよく出くわした？いや、めったに見ないな。昨日は単に近くにいただけだよ。あそこまで大規模な部隊は初めて見た。どうして私を助けたの？どうしてだろうな。とにかくそうするのが正しいと思えた。うまく言えないが、あの瞬間強くそう思ったんだ。だいぶ距離があるな。飛びながらダッシュするのはどうだ？厄災が全てを引き裂いた。え？いや、なんでもない。
4桁のパスワードがいるみたい。面倒だな。待てよ、これは時刻を意味する単語だ。時計台が手がかりか。記録保管庫が見えたぞ。あともう少しだ。勝利の記念碑だ。記録保管庫はこの下にある。何も起こらない。前は動いてたんだかな。電源が落ちてシステムがリセットされたようだ。電力を戻したらアクセス権を確保しよう。無理やり入れない。ダメだ。セキュリティが作動すれば二度と入れなくなる。アクセス券をスキャンした。よし、電力室のコードだな。階段の先に電力室がある。やったぞ、電力が復旧した。
記録保管庫へ降りるとしよう。記録保管庫に入れるなんて夢のようだ。ハイパードライブを探すとしよう。22世紀の初め、人類は深刻化する地球温暖化の脅威にさらされていました。そしてこの事態を予期していたマザースフィアは人類に救いの手を差し伸べ、長い時間を要する自然適応の過程を一瞬で実現したのです。人類は心臓をボディセルに置き換え、酸素や水がない環境でも生存可能となり、さらにバイオテクノロジーとナノテクノロジーの進化によって老化や病といったものは過去のものとなりました。これにより宇宙をはじめとした危険な環境下での開発も大きな進歩を遂げたのです。人類は深海の水圧をものともせず、宇宙でも宇宙服なしで活動できるようになりました。マザースフィアは人類の生存にとって唯一にして最大の希望なのです。人類の母マザースフィアが最初に建設した都市エイドス7の調和と繁栄を心ゆくまで。一体何の話をしてるの、アダム。今の話理解できた？最終戦争によって歴史は失われた。今のはきっとそれ以前の話だろう。ハイパーセル、これがあなたの探し物？ああ、ドライブから取り出してくれ。よし、一つ目の目的は達成した。予備電源が切れる前に出よう。はあ、やったな。ハイパーセルは確保した。これは大きな収穫だ。イブ、助かったよ。そう、よかった。それじゃあ、アルファネイティブの元まで案内してくれる？焦るな、そう遠くない。
これじゃアルファにたどり着くまで持たないな。